俺が通るお股を開け、どうもゴムノットインポです。今回は全キャラダブ反逆ジブラルタル編やっていきたいと思います。まあ、シーズン16もねもう終盤に差し掛かってきたということで、もうシーズン17のねいろいろな、まあ、新キャラだったりそういう情報でね盛り上がってるところだと思います。まあ、新キャラも発表されましたからね、まあ、バリスティックでしたっけ。まあ、もう周りの実況者たちはねシーズン17のバリスティックがぶっ壊れすぎるとかね、新シーズンの情報まとめみたいな動画でねもうたくさん再生数をしゃぶっている中、なんで俺はジブラルタルなんか使ってんだよ。すいません、ちょっと取り乱しちゃいました。いやでもさ、おかしいよな。もうみんなエーペックスのさ実況者とかさ、もうバリスティックが強すぎるとか、なんかもう新シーズンの情報系の動画でさ、もうイージーアフィリエイト収益ゲットしてんのにさ、なんで俺こんなデブ使わなきゃいけないわけ。もうなんか周りがシーズン17の情報で盛り上がってる中さ、今回もジブラルタル使っていきたいと思いますって言ってる中、もう自分が悲しくなってくるわ。誰だよジブラルタルって。もっと俺も新シーズンネタで再生数こすりてえよ。いやでもいいんだ、これは俺が始めた物語だ。俺はそんな新シーズンネタこすって、あやべこれこすんの超気持ちいい、あやべこすんの止まんねえって、なんかもう新ネタだか自分の下半身だかわかんねえけど、あのこすって気持ちよくなってるあのオナニー集団に混ざるつもりは俺はねえから。もちろんね、俺も1日に3回しこってるあの生粋のオナニストなんで、もう全然僕もあの新シーズンネタこすりたいです。はい。まあでもね、やっぱりこのジブラルタル編をね始めたからには終わらせないと、あのバリスティックのねダブ反企画できないわけよ。まあ、まだねシーズン17になってないからこうして動画撮ってられるけど、もうさすがにシーズン17でバリスティックとかね新キャラとか新要素いっぱい来てる中で、今回もジブラルタル編やっていきたいと思いますなんていうのはね、さすがにそれはできないよ。それノットアフィリエイト収益ムーブだからね。まあだからね、もう新シーズン来るまでにもう何としてでも俺は終わらせなきゃいけないこの企画を。大丈夫か味方。お、あ、ちょ、それ待って待って、俺がダメージ、ちょ、やめろやめろお前、いやダメージ俺のも、いやマジかお前即抜け、いやこいつやばい、阻止しに来てる、こいつら集団で俺のダブ反逆を止めに来やがる。こいつにダメージ取られるくらいなら仕方ねえか、ブチやめてくれよ本当に。あ、こんにちは。っす、あ、ちょ、あ、え、なん、急に来んなお前、やばい、来る来てる、やばいやばい、しまって、やばい、もう一丁やばい、一丁やばい、いや、めっちゃめっちゃ、お、ダウン取ったか、いや、ちょ、一瞬アーマーを拝借と、いや、割れてる、待って、一回かっきり取ろう、はい、かっきり取って、あ、ナイス。いや、でもこの R99 も次のシーズン弱体が来るからな。いや、てか次のシーズンだからランクシステムとかもさ変わるらしくてさ、めちゃめちゃ新要素あるからさ、俺もなんか一個ぐらい新要素しゃぶる動画あげようかな。いや、もうちょっと EA さん、そろそろ本当に俺にもあの先行体験の権限ください。もう再生数しゃぶるダメだったら、もうあの運営のチンポでも何でもしゃぶるんで、ほんとお願いしますマジで、しゃぶらせてほしい。なんか車から来たぞ、なんだあいつ、何やってんのお前マジで。はい、前ドームで一気に距離詰めて、あれ、え、なんかこれサックしてね。はい、お疲れ様でーす。あ、てかそういえば今なんか世間はゴールデンウィークなんですかね。もう俺みたいなね、クソニートはあの、年中ゴールデンウィークなんでね、もうゴールデンウィークどころかあの、ゴッドウィークなんで、おぉ、こいつら、ゴールデンウィークごときで喜んでんの、こっけ、こっけ、っていう感じでね、もうベッドの上でね、あの、ゴロゴロしてます。これいるな。こいつなんか、投げ物を構えてたら死んでるけど大丈夫か、お前。ストラックアウトかなんかと勘違いしてる、このゲーム。まあ何はともあれね、皆さんゴールデンウィーク、まあせいぜい楽しんでください。まあもう俺はね、もう365連休、もうゴッドウィークなんでね、え、もしかしてたったの5連休で喜んでるやつおるっていう感じでね、まあ、僕はもう365連休を満喫していきたいと思います。もうやっぱそう考えるとニートって最強だよな。なんでニートってバカにされてんのかわかんなくね。いやもう誰がどう考えてもなりたい職業ランキング第1位だろ、ニートとか。まあ、確かにね、なんか子供の頃とかは、僕の将来の夢は、サッカー選手ですとか言ってるね、なんかクソガキいるけど、どうせなれねえんだから、もうそんなサッカー選手なんていう大層な夢持っちゃダメよ。もうみんなのね、パパとかママだったりとか、周りの大人の人に、大人のなりたい職業ランキングってのをちょっと聞いてみ。もう全員みんなニートって言うから。アダルトジョブランキング第1位ニートでしょ、どう考えても。ニートって書いて遊びの王様じゃん、そんなん。遊戯王でしょ、もう。
もうだからね、皆さんこれからね、僕のことをニートっていうのやめてください。あ、遊戯王の赤メインさんだ。これが正解だから。この世の誰よりも遊ぶ権利と時間を持て余してる遊戯王だからな。なのでね、皆さんこれからはね、僕のことをね、ニートの赤メインじゃなくて遊戯王の赤メインって呼ぶようにしてください。もう敵はこの社会だから。もう毎回脱税とデュエルスタンバイしてるから。あ、じゃあこれダメでしょ。ちゃんと払ってますからね、税金。やめてください。あれ、待って、味方のバルキリー死ぬくね、あいつ。大丈夫か、おいおい。遊戯王の俺様が来たぜ。めっちゃろめっちゃろめっちゃろ。お、ナイス味方。これ待って、別場所ね。いや、もうこれいいや。前ドームで一気に距離詰めよう。はい。はぁ、俺のドームどっか行った。え、いやー、もうちょっとドーム。いや、でも逆にこれ IQ 高いか。逆にいい感じか、これ。いや、まあそうですね。遊戯王なんですけれど、まあ、ゲームが上手いとは言ってないんですよね。時間はあります。いや、遊戯王とか言ってるやつとドーム下手すぎやろ。もうこんなんやったらコメント欄でまた、これが遊戯王ですかとか言われちまうよ。いや、こっから遊戯王の立ち回り見せるぞ、マジで。あ、上がれない。あ？やばい、これ。位置がやばすぎる、マジで。クソロクソロクソロ。はい、おつ。あ、まずは1枚ザコダウンと。あ、これ。どこにいんの、これ、残りの敵。ん？いや、外か、マジか。いや、赤色のエイムで食らってるぞ。はい、赤色。うん、うんこ色赤色とうんこ色交互に行き来してるって、今は。はい、赤色。いやー、これ赤色のランク帯のエイムかな、さすがに。 This is Predator。 いや、ちょ、マジで最近の俺のエイムがさ、赤色のエイムすぎてさ、コメント欄の女の子みんな俺に惚れてんだよな。赤メインくんかっこいい。もうほんと、もう赤。あ、違う、もう赤は違うだろ、ダメだろ。それもう赤ちゃん作れそうなエイムになっちゃってるからダメでしょ。ちょ、待って、ジポだけはダメだからな。ジポメインになっちゃうから。これ上か？あ、上だな。殺すよ。はい、赤色。いや、ダメージ欲しい。マジか。やべえ、うんこ色。やべえ。カブちゃんして。いや、踏んづけて。はい、スーパーマリオブラザーズ。ちょ、待って。ちょ、今、カブちゃんからクリボーを踏んづけるムーブしちゃったよ。任天堂の某ゲームならあの段階でパスサインダー殺せたね。こいつも赤色のエイムで分からせるか。スライディング入れて。はい、赤すぎ。リロードして。いや、ちょ、いや、マジか。はい、赤色。いや、ワンピースミクラッチ。いいすぎ。いや、これくらい朝立ち前かと。いや、ガチで敵多すぎだ。いや、これ味方のバナー、ジブでクラフトできるから一旦スルーするわ。いや、いいな、サポートキャラ。いつもだと、いや、味方のバナーを回収しないのはいかがなものかと、とか言われるけど、こいつだったら、合法的に無視できるからな。いるっしょ、これ、この辺。はい、激怒だよ。おい、お疲れー。え、これでもダウンか。もう一枚いんのか、これ。でも足音しないけどな。いや、まあまあまあ、任せろって味方。お前のバナーは俺がクラフトしてやるから。一旦まずはダメージ優先だわ。このスパレシの音いいな。はい、オッケー。あ、お前ラストか。はい、めちゃめちゃローだね。はい、悔しいね。やーべえ、俺強すぎだろ、マジで。バルキリーのバナーもクラフトすっか。普通にこれバナー作れんの強いな。はっ、こいつ抜けてね。いや、もういいや、じゃあクラフトする手間省きだし。なんかたまにコメント欄とかで、はあ、お前味方のバナー取れよみたいな感じでさ、言うやついいんだけどさ、いや、これダウンする方が悪いんですよね。そう、バナーになってるのが悪いんですよ、これは。やっぱ偉い人も言ってたしな、弱えやつは死に方も選べねえって。なので、バナー回収をね、無視されるのが嫌だったら、死なないようにしましょう。やべえ、ファイトしてんな、奥。やべえ、終わった。いや、もうマジかよ。やば、え、いや、待って、俺、うますぎる、それはさすがに。え、この状況から入れる保険あるんですか。おい、レース、お前逃げれると思うのよ。おい、え、エイム、やば、俺。チーターだろ、ガチで。え、俺、レイリー、もしかして。俺もツイッターで今から8万5000円で感度販売しようかな。いや、でも、ほんと最近、俺、うまくなったと思うわ。
なんかコメント欄でもね、なんか音消してみたらニルさんに見えなくもないなみたいな言ってる人ちらほらいいんだよな。ちょっと今度ガチで俺さ、無言で動画投稿しようかな。RQQ にイチョモチが最強だと気づいてしまった、てんてんてん。21キル4000ダメージみたいな。そしたらなんか10人ぐらいは騙せそうだもんな。ニルさん今日も最強ですとか言って。ちょっと騙せるかやってみるか。ニルさんのサムネとタイトル丸パクリして。映像だけ俺に差し替えてさ、ニルさん今日もやっぱ強いなーって言って。ちょっと騙せるか検証してみるか。だからもうふざけてたら残り2舞台なんだけど、ワンチャンあるぞこの試合、3200ダメージ。いやでもここまで来たらもうダブルハン取るか。周りこれどこいんだろうな。なんか、いなくねこれ、ハイドかワンちゃん。お。いや、これ撃ってくるってことはハイドじゃねえかもな。普通に3枚いそう。ただ、RQQ2 丁だからある程度近づかないといけないんだよな。もうこれさ、空爆隊ってインファイトシーキすんだよな。いや、無理か、これさすがに。あ、無理だな。前でできてるわ。いや、待って、これ位置やべえ。待って、やばいこれ。ん？なんかそれ手前いない？はい、オッケー、116。これ、テルミットあるから燃やすか。燃えるっしょ、これ、ワンチャン。うわ、気持ちいい！やばい！くっ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 ！あ、やばい、燃えちゃう！くっ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 ！いや、だいぶダメージ稼いだぞ、これ。でかい、それ。このダメージ稼いだの、でかいよ、かなり。だってもう、これであと敵3枚殺せばダブハン確定になったもんな、今ので。やっぱ、炎上しそうでしない男のテルミットは格が違うね。確実に燃やしに行く術を知ってる。とりあえずもうここまで来たらチャンピオン取ろう。いやーこれお互いに詰めれないよな。でもこの距離感、これ詰めた方が負けな気するわ。先に詰めたら負けだわ。ん？待ってこれ、いや上来られたな。先にこれ上来て潰すか。1枚じゃないそれ前にの。あ？何してんだお前。いやーそいつやりて。いやー待って、いやマジか。いやもうこれ前出て潰すしかない。はい、オッケー。いや、ガチある、ガチある。いや、一瞬かっきり取りて。いや、無理か。いや、もうじゃあ殺そう、それ。一旦落ち着いて巻いて。やべ、横来てんな、これ。ちょっと頼む、マジで。死なないの、お前。硬すぎ、鉄壁。行きすぎ、ほんとに。ロロロロロ、いける。え？あ、日大来た、日大タックル。オッケー！いや、これは言った、ダブハン。さすがにそれは言ったろ。最後、めちゃめちゃ無双したぞ、俺。いや、これは気持ちよく、俺、追われるわ。もう思い残すことない、シーズン16。いやー、ダブハン、ありました。いや、さすがに言ってると思うよ。最後、ダメージ見る余裕なかったけど、さすがに言ってる、これは。これで言ってないなんてことはない。いや、オッケー！いや、危ね、今、盛大にフラグ立てたから、ちょっと怖かったわ。まあということでね、全キャラダブハン企画ジブラルタル編、これにて終了となります。いやでも結構早かったんじゃない？ジブラルタル編。いや普通に俺があのプレデター踏んだっていうこともあって、普通にマジで上手くなってるっていうのも一つあると思うわ。まあ次はね、せっかく新キャラ来るっていうことで、まあバリスティックで、まあダブハン企画やっていこうかな。いやでもよかった、新シーズン前に撮れて。ということでね、次は、全キャラダブハン企画バリスティック編で皆さんお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。